どうも、こんにちは。弁当です。今回は反応速度についてやっていきたいと思います。今回ですね、一つだけ絶対覚えて帰るようにしてください。まあ、あとは最悪忘れて OK ということで、まあ、欲張りたい人もいると思うんですけれども、まあ、全部押さえてください。その中でも、一つだけ、何でもいいです。絶対覚えて帰るようにしてください。この動画見てよかったなと思えるようにしてください。じゃあ、まず、ポイントだけ押さえていきます。えー、反応速度の鍵ということで、まず、反応速度も大事なんですけど、平均濃度っていう観点も忘れないでください。 いいですかね平均ノード。まあ、言葉だけでいいです、まずは。で、まあ、反応速度扱うにあたって、レベルがまあ3つぐらいあると思ってください。実際の数値で公式が使えますかと。文字式になったら公式ちゃんと使えますかと。だから実際の数値だったら、ここ絶対マイナスになるわけないなっていうので、後からその符号を変えたりできるんですけど、文字式だとそうはいかない。文字式だと、えっと、実際にマイナスがつくつかないっていうのをちゃんと理解してる必要があります。なので、すごい、 難しいんですね。文字式でやると。あとは文章をいかに読み取るかっていうので、まあ、国語ほどの読解力は必要ないんですけど、ま、ある程度最低限のね、読解力はないと、その実験の様子がイメージしにくいので、まあ、それに関してはコツはお伝えしていきます。じゃあ実際問題やっていきましょう。えー、物質 A の飽和水溶液 450g を60度で調整します。ってことは今、ここの話してますね。ここの話。で、調整したんですけど、これを20度に冷却します。 なので、20度に冷却するこのグラフ、この線上も見ないといけませんね。そうすると、物質への結晶が析出した。それはそうですね。溶けきれなかった分は出てきます。何グラムが析出したか。有効数字2桁で答えなさい。ただし、結晶は水和水を含まないものとする。水和水を含まないっていうのは、あとで軽くだけ説明しますね。軽くだけ。あまり今回は気にしないように。えー、じゃまず、理想と実際を比較します。 理想っていう風なのは、溶解度の話です。溶解度では、60度の場合、まずね、溶解度っていうのは、水 100g を前提にしてんのさ。水 100g を前提にしたのね。だから、水が 100g ありますよと。それから、限界まで今溶かしてるので、80g は溶けてるらしい。物質 A は 80g 溶けているらしい。じゃあ、これを20度に、 え、温度低下させると、まず水の、うん、量は変わりませんよね。変わるのは物質 A の溶解度です。溶け具合です。で、限界まで溶けるので、60g までは溶けてくれるんだけど、20g の結晶は積出してしまいます。ここまでイメージは湧きますかね。じゃあ、実際、実験の値を見てみます。溶解度と実験の値を比較します。 そうすると、水溶液は 180g ではなくて、これは水 100g と物質 A80g ね、合わせて 180g ではなく 450g が今回の実際のデータです。そうすると、理想と実際を比較して比例式を解きます。そうすると、理想は180なんだけど、今回は450です。だから理想で計算した 20g の結晶っていう風なのが、 180対450という風な規模で、積出するんですね。なので、ちょっと規模は大きくなり、本当は 50g 積出してるよと。とこうなります。ということで、今回の答えはこれですね。はい。大丈夫かなで、まあ分かりやすくするために、ちょっと分かりづらいかもしれませんが。えっ、ー、と、溶質が溶けてるってのは、溶質ってのは溶けてる質と思ってください。質ってなんやねんって思うと、まあ物質ですね。溶けている物質やと思ってください。 溶けてるっていう風なのは、水の中にぷかぷか浮いてる状態なんですね。一つ一つの原子、ないしは分子が、こういう風にぷかぷか離れて存在している状態なんですね。散らばってる状態。まあ、これが 80g ありますよ、100g ありますよとなると、全体で 180g となるんですけど、じゃあこっち、えー、積出しました。20g 積出しました。積出っていうのは結晶ですね。固体になったわけですよ。そうすると、散らばってぷかぷか浮く、 ことはできてないんだよねここら辺はだからこいつは溶質としては捉えません。なのでえ、今からちょっとこのレーザーポイントでなぞると、この部分が、もう一回なぞるね。この部分が水溶液なわけ。だから、この積出してる部分は水溶液としてカウントしないのね。例えば、この積出してる部分に水が吸い取られてた場合、それは水は水と呼ばれます。なので、水も減少するんですね。 ここに水が吸収される可能性もあるんですけど、今回は水和水を考慮しないので、水はここに吸収されません。吸収されないということは、水はノーダメージなわけです。ダメージを受けるのは溶質だけです。溶質が集まって結晶を起こしただけ。だから水は 100g って疑いなく書いていいのね。何言ってるかわかんないよっていう人は、とりあえずほっときましょう。いいですか えっと、概要欄の方に水和水の問題載せておきますので、えー、そちらの方を参照してください。いいでしょうか。じゃあ、えっ、ー、とー、次の問題に移る前に、モル濃度を復習していきましょう。単位としては、モルマイリットルですね。で、単位っていう風なのは、あの、分数と同じように扱います。で、その前に、モルという風なのは、溶質のモルです。すなわち、溶質が何モルありますかと。溶質がどのぐらいの量ありますかと。その情報をモルで表すんですね。 すなわち、NACL が3モルある。っていうふうなイメージ。で、この L、リットルですね。リットルってのは全体の体積です。いいですか全体の体積ですよ。例えばじゃあ、ちょっとこれ、えっと、わかりにくいんで、イメージしながら聞いてください。純粋な水に分子量100の物質 B を200グラム溶かして、400ml の水溶液を得た時のモル濃度は、ちょっと文章長いんですけど、要するに、水に物質 B を溶かしたんです。溶媒に、 溶質を溶かしたんです。その結果、溶液が出てきたんですね。当たり前だね。で、こんな感じです。これは、あの、本当に計算方法をそのまま書いてくれてます。モル濃度ってモルマイリットルだからね。モルという風なのは溶質のモルです。じゃあ溶質のモル、分子に着目しましょう。まず、そもそもこのモルって何の情報かというと、溶質がどのくらいの量あるかの情報なんですよ。 なので、どのくらいの量ありますかっていう、このグラムの情報を、グラムって分かってるよね。これをモルに直すんです。直すためには、まず分子量100っていうのに注目しよう。分子量100っていう、この1、2、3、4、6文字ありますね。この6文字に込められてる情報っていう風なのは、100グラムっていうのと1モルっていうのが同じ価値を表してるんだ。つまり、1モルイコール100グラムなんだ。だから、まるでルートの有利化かのように、 ここって約分できるイメージなのね。1mol と 100g が。だから勝手に掛け算して OK。これを勝手に掛け算することによって、ここのグラムとここのグラムがまるで文字式かのように消えてくれます。そうするとどうなるこの分子って 2mol になるよね。2mol。それが溶質のモルなんですよ。で、全体の体積ってのは何かと。全体の体積ってのは溶液の体積です。全体は溶液ね。 そうすると、400ml の水溶液って書いてます。400ml。今、リットルって書いてくれてるから、ml リリではなく、リットルに直しましょう。0.4リットル。そうすると、これで、計算式になります。実際計算すると、5 0 0トルになります。ま、実際も計算しなくて構いません。こうなります。いいでしょうか。という感じで、え、この、モルノード使っていきますからね。 はい。じゃあ、えーと、ちょっと問題文の方は各自で読んでください。はい。今回の反応はですね、実は分解反応なんですよ。まあ、あ要所要所読んでいくと、この水溶液の温度を急に80度にしたんですね。さっき、60度から、ちょっとグラフがないけど、2ミリ、口で言うね。60度から20度に下げたんですよ。そうすると、あの、溶質が積出したんですね。物質 A が積出したんですよ。え、それを急に80度にします。 ね、なんかとんでもないことしてますけど。そうすると分解反応を起こしたんですよ。だから、え時間が経つにつれて、えっ、ー、と、物質 A のモル濃度がどん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 減ってることが分かりますね。つまり、物質 A が他の物質に変わっちゃったっていう意味なんですよ。で、何言ってるかわかんない人はこれから説明していきます。今回の反応は分解反応である。で、80度にした瞬間、分解スタートです。80度にすると表に示すようにモル濃度は減少し、分解反応を起こす。 この、えー、要約するとね、80度にすると分解反応を起こしたって書いてんだ。だから、80度にした瞬間、分解反応スタートなわけ。わかりやすく言うと、80度にすることが分解反応のスイッチをオンにする行為なのよ。だから、それまで分解反応のスイッチオフだったのが、80度に急にしました。あの、60度、70度のことは考えません。急に80度にしたのね。80度に急にしたら、分解反応がオンになっちゃったの。分解反応スタートしちゃったの。イメージわけましたか なので、今回問われてるのって時間ゼロですよね。なので、分解が始まりかけっていう感じで、ギリギリ始まってないんですよ。分解って、分解反応が。なんで、今回問われてるのって普通にモル濃度なんですよ。要するに分解反応によるモル度の変化って考えなくていいんです。だから、今回の問題ってラフに問いでいいんですね。うん、モル濃度変化してないんで。<laughs> なので、解き方としては、その結晶と純粋な水を混合して水溶液 100ml を調整した、さっきの問題と一緒じゃん。 だから、全問1の答えが X50 でしたね。なので、えー、っと、50g 積出した分を、水と混合したんですね。で、50g の結晶プラス純粋な水。これで水溶液 100ml を調整します。調整のせいが間違ったんですね。ごめんなさい。ということで、こっちが溶質の情報です。溶質が何モルありますかで、結局 50g って書いてくれてるので、どのくらい溶質があるかっていう情報が書かれてるのね。 じゃあ、その単位変換としてモルに直したい。だけど、今分子量が250って書いてるよね。なので、1モルっていう風なのと2 5 0ムっていうのは全く同じなの。だから、約分ができるイメージね。そうすると、グラムとグラムで打ち消し合い。っていう感じで、2.0モルマイリットル。これが答えになります。これがスタートラインだからね。 ここから2.0から1.2,0.7,0.4,0.1っていう風に、どん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 減少していく。分解反応を起こしていく。だから、それのスタートラインは別にもう普通にいつも通り解けばいいですからね。騙されないようにしてください。じゃあ、2.0っての分かりました。え、カッコ3ですね。表において隣り合う時間、隣り合う時間ってのは0とか10とか、30とか50とかですね。ちょっとここ40が飛んでますけど、40飛んでて大丈夫です。 二つのモルノードを用いて、平均の反応速度 V と、平均のモルノードですね。平均濃度です。平均モルノード C を求め、両者の関係をグラフ化しなさい。まずも、グラフ化するための第一ステップとしては、数値を求めないといけませんね。なので、数値求めていきます。えー、隣り合う0秒から10秒の間で、平均のモルノード C は、2.0と1.2の間ですね。この中央値を取ってください。中央値っていうか平均値ですね。平均値を取ってください。 で、平均の反応速度 V という風うなのは、えー、っと、ちょっと難しいんですけど、要するに、モル濃度の変化を1秒あたりのものにしてください。要するに、10秒かけて0.8モル減ってるんだね。10秒かけて0.8モル減ってる。これって、結局10で割れば1秒あたりの変化がわかりますね。この1秒あたりの濃度の変化が反応速度です。で、 10から20も同じくやっていきます。隣り合うものを足していくんですね。えっと、おっと、なんかこれ、間違ってますね。2.0と1.2。えー、これは正しくは1.2たす0.7です。ごめんなさい。で、ここは合ってますね。で、えー、隣り合うものを足します。で、これ引いてますね。足します。引いてますね。こんな感じで出していきます。数値をね。これは自力でできると思います。それは平均のモル濃度。なんとなくこう、見たことあるなっていう風にはしといてほしいんですけど。 こういう風うに解いていきます。じゃあさっきのマイナス2味って何やねんって言うと、これね、マイナス2味って何なんですかってうと、あのー、数学の公式って同じ側から引いていきたいんですよ。要するに変化の割合みたいな感じでね。なので、赤引く緑、赤引く緑をしたい、やりたいんですよ。だからわざわざ、あの、文字でやるってのはそういうことね。文字でやって、後からマイナスつけとかないといけないじゃん。分解反応なんで。分解反応なんで、マイナスつきます。そういう意味ね。 プラスにするためのマイナスです。いいでしょうか。ということで、えー、こういう風な数字が出てきたんですね。で、あとは、これらの数値をちゃんと計算して小数に直します。小数に直してプロットするだけです。そうすると、大体ここら辺に線が引きますね。大体この中間ぐらいに直線を引いてやってください。グラフの隅から隅まで線を引きます。それで、えー、今回の問題が完了となるわけですね。いいでしょうか。じゃあ、4番です。 4段問題ではありません。えっと、一応紹介という形で。本当の、えー、神戸大学の問題では、ちゃんとその問題として提示されてるんですけど、ちょっと今回は紹介だけということで。V イコール K×C の α 乗 ×β と表した場合、なんか、何あれ難しそうな式、見たことない式が出てきましたが、こうなります。こうなります。むむって感じですけど、あー、これかける ×β じゃないな。プラス β ですね。ごめんなさい。 ええと、なぜここがプラスベータかというと、この式って実は y イコール ax プラス b なんですよ。で、結局さ、今変数が反応速度、すなわち v と、モルノード c じゃないですか。だから縦軸が普段 yx なんですけど、別に yx なんて決めたの誰だよって話だから、ここが v で今回は、はここが c なんです、今回はね。なので、ここは y とか x っていうのに縛られずに、v と c の関係を表してるんですよと。 しかもこのなんだ、比例定数 A とかいうのも A って誰が置いたんだよって。定数といえば K じゃねえかということで、K で表したんですね、今回は。ということで、これは1次関数です。誰がどう見ても。2次関数なわけがありません。なので、α は1です。1年ベータは、これプラスです、本当はあの。プラスで、切片なんですよ。この B っていうのが、ね。B とベータ、今回の場合一緒ですね。切片なんですよ。だから0ですね。 で、この k というふうなのは変化の割合です。変化の割合。変化の割合っていうのは1上がって何歩上がるかって意味なんで、1上がって0.050上がったんですね。なので、まあ、ちゃんと表すと 5.0×10 のマイナス2乗と。これで終わり。ですよね。ということで、そんな難しくなかったと思います。これが反応速度の捉え方となるわけですね。ということで、かなり長々と説明してしまいましたが、えー、ありがとうございました。ここまで聞いて、聞いてくださって。ということで、終わりたいと思います。 あはい。こういう内容ね、やったんですね。こういう内容をやったんですね。で、マイナス2ミとかもやりましたね。で、こうやってね、やりましたね。はい、お疲れ様でした。